日本発情株式会社は、バネや自動車のシートを中心に製造する大手自動車部品メーカー。英文名称は NHK スプリング仕様、リミテッド。当初一部上場企業。本社所在地は横浜市金沢区。自動車の喧嘩バネで世界シェア第1位。その他エンジンや電達系などの重要部品を製造している。 精密部品分野にも進出し、特にハードディスクドライブの磁気ヘッド用サスペンションでも世界シェア第1位。商標名として NHK を使った組織は日本放送協会より日本発情の方が早く1939年である。日本放送協会が NHK の名称を使用開始したのは1946年のことで、 あるが、この際日本発情に許諾を求め、これを認め、現在もそれぞれが使用している。1989年制定の CI ロゴにも使用されている。かつては、テレビ、神奈川製作の新車情報のスポンサーだったが、2005年10月からの、後番組である、新車ファイル車の壺を経て、現在は、岡崎五郎の車で行こう、のスポンサーになっている。 同社の横浜事業所の最寄り駅である、金沢シーサイドラインの次大医学部駅においては、2010年4月に同社がネーミングライツを取得したことで、同駅には日発前の副名称が付けられている。2008年からは同社のイメージキャラクターとして、鉄人28号が登場している。日発イコール28にかけたということである。設立時は、 旧日商系列の企業だったが、日商が祝い産業と合併して、日商祝いが誕生したのがきっかけで、最小会グループの企業と接点を持つようになり、最小会に参加した。2008年より、J リーグ、横浜 FC 及び YSCC 本拠地であり、横浜 F マリノスの準本拠地でもある、三沢公園球技場の命名権を取得し、 日発三沢球技場となっている。サッカー関連ではこのほか2010年より関東理工科系大学サッカーリーグに協賛し、日発理工科系大学サッカーリーグとして行われている。2016年から、なでしこリーグ2部の横浜 FCC ガルズとスポンサー契約を行い、チーム故障を日発横浜 FCC ガルズとした。 価値観や経験を生かしグループ企業の連帯感を高めるとしてトップアスリートを社員として雇用している。2018年9月現在の日発アスリートは次の通り、ありがとうございます。